だ。暑い夏を乗り切るために海やプールに行って外から冷やすのもいいんですが、私は冷たいものを食べて体の中から冷やそうと、秩父の長瀞長生館さんで流しそうめんを楽しみにやってまいりました。食欲がなくてもこれだったらたくさん食べられますよね。私もどんなお味か流しそうめん初体験でいきたいと思います。うん、美味しそう。益子焼で有名な栃木県益子町に来ています。こちらが素焼きの状態、はい、これがあの素焼きでね、はい、あの皆さんがあのここに湯をつけたりして焼けるんですね、はい、これが、まあ、その益子焼きなんですけども、益子の花瓶なんですね。かなりずっしりとしてまた素朴な焼き上がりですよね。そうですね、あの温かみのある重みのある花瓶ですね、はいはい、今日は実際にこの益子焼きというのを私も作ってみます。怪我ありませんか？大丈夫です。